港南パーキングエリアは、滋賀県甲賀市港南町、杉谷の新名神高速道路上にあるパーキングエリアである。西日本高速道路管轄路線にあるサービスエリアパーキングエリアは、NEXCO 西日本グループのグループ会社である西日本高速道路サービスホールディングスが管理、運営するが、東 PA は甲賀市や南グループなどが出資する第三セクターの 株式会社忍者の利口南が管理、運営する。新名神高速道路亀山ジャンクション草津田神 IC の開通に伴い2008年2月23日に開業した。上り線、忍者の利口南2階には、高賀市の観光案内コーナー等が設けられており、展望コーナーからは、高賀市や鈴鹿山脈を見渡すことができる。また、下り線側、 忍者の利口南な2階にも観光案内コーナーを設けている。環境に配慮し、起伏を持たせた園地があり、テーブル付きのベンチや、地元高校生の制作した、しがらきや木の丸椅子も設置されている。上下線とも忍者の利口みなみと、トイレ棟との間にある通路で徒歩のみ一般道からの利用が可能になっている。スナックコーナーでは忍者を連想させるメニューが用意されており、 開店では、甲賀忍者と、しがらき焼きのたぬきをイメージして誕生した、忍者の利口みなみのマスコットキャラクター、高丹、南端のクッズ等、忍者をテーマにした商品を多く取り扱う。その他、トイレ胸においては、ユニバーサルデザインを基調とした設計がなされており、設備の多機能化等の配慮がされている。開業前の2008年2月4日に、 新名神高速道路開通を記念して、東 PA 上り線に沿線6市の各市長と議会代表が各市の木を植樹した。開業から1年1ヶ月の間に上下線を合わせて、延べ82万人が東 PA を利用した。IC と PA の相互利用が不可能なことを示す、案内標識新名神高速道路開通から1年。 2ヶ月後の2009年3月20日には東 PA に併設される港南 IC が開通した。高速道路本線への流入では東 PA と同じランプを共用し、東 PA を挟みランプ内に港南 IC との合流点と分岐点が設置された。そのため、大津インターチェンジ、SA 等とは異なり、構造上は東 PA と港南 IC 間を 上下線流出入問わず移動することができない。このことを事前に知らせるため、本線の上り線は、江南トンネル手前から、江南 IC、PA 流出ランプにかけて、下り線は、流放し鼓動橋手前から、江南 IC、PA 流出ランプにかけて、江南 IC、PA の構造を知らせる案内標識が数箇所に設置され、上記の案内標識や、江南 IC、 PA への出口案内標識には、PA 利用後は、港南インターへは出られませんという黄色の案内標識が連続的に設置されている。また、滋賀県道343号港南インター線と、港南 IC から本線への流入ランプには、港南インターから港南 PA はご利用できませんという案内標識が数箇所に設置されている。元来、建設計画時に、 国土交通省と滋賀県警察が安全対策として、このような相互利用ができない構造での施行が検討され採用されたが、供用開始後に利便性の面などから、高賀市が PA 利用後に IC へ流出できる構造にする改良工事をネクスコ、西日本や滋賀県などの関係機関に要望している。構造的には PA から IC への流出路の新設工事は、 可能となっている。上り線前傾忍者の利口南下り線前傾ありがとうございます。